今日も実はですね、はい、毎回言ってないんですけど、うん、もうありがたいですね。竹虎さん仕事忙しいのに、あのたこ焼き大好きさん行きましょう。やったー、はい、ありがとうございます。プロテインは入ってません。入ってたら大変なこと。筋トレしてますか？普段何してるんですか？普段、うん、裁縫。裁縫ですね。でもこう体型維持の、いや、こうやってなんかやらしい。そう、体型維持のなんかは何かしない。あ、バレエをちょっとで。あ、バレエってあのバレエの、あ、うちの長女やってるバレエ、はい、うん、あれ姿勢は良くなりますね。姿勢は良くなります、ね、最初私めっちゃ猫背で。でもね、猫背最近の研究ではなんと、また俺の大好きな統計なんだけどね。最近研究で臨床的な多分統計が出てきたらしいんだけど、わかんないですよ、確定はしてないけど、どうやら長生きしてる人、ちょっと猫背気味の人の方が長生きしてるらしいですよ。なんか悪くないらしいですよ、猫背って。そんなに言われてるほど。よかった。猫背なの？めちゃめちゃ猫背なんでよかった。あ、猫背いいらしいですよ。そんなに無理に矯正しなくていいらしいですよ。あ、身長どれぐらいあるんですか？僕172ですね。ああ、結構意外と小さいって言われます。あ、だからもともとが細いからかな。多分そうなんですよ。でもスタイルのせいですごい高く見えるね。うん、うん、高く見えますね。うん、うん、俺すごい高く見えた。あ、まあ、俺低いんだけどさ。あ、そうそう、うん、多分だからジンが180とかなんで、大体のキャレンちっちゃいんで。まあ、あのゲームのちょっとキャラの身長当てにならないですけどね。なんかニーナとかニーナの設定とか俺ミスったなと思って。あれ完全に俺のミスなんですよ。160代で書いたんですけど、ゲーム中でどう見てもそう見えないでしょ。なんか、あれ、あの感じで160で来られるとちょっとみんな、いや違うって言いたくなるから、うん、体重の設定もミスったんですよ。俺キングとか、ね、キング、そう、めちゃめちゃ背高いのになんか体重を、じゃああれね、あの時の俺のパソコンが悪かったと思うんだけど、なんか入力ミスってんだよね。なんか、あの、エクセル表でエクセルの表もずれちゃったし、なんかいろいろすげえ適当になっちゃってて、そうそう、ミスったんじゃない。え、じゃあ リリちゃんの身長は、あれも低いでしょ、意外と。え、170いくつですか？ あれはでも、あ、それ適正、あれはちゃんと俺が目覚めて思い直してからのキャラだから、それなりに合ってるんだ多分。あれは靴は入れない？靴は入れてないですよ。入れないで173とかですね。そう、だから入れたら大変なやつ、あの人は本当180超えちゃいますよ、ね。うん、でもでかいでしょ、リリー。そう、だから大きいじゃないですか。大きいんですよ。で、大きめのブーツとか履くとみんなに背高いんですねみたいな感じで言われるんですけど。そうそうそう、けどリリーが本当にそうなの。そうそうそう、よかった。なんかリリーちゃんってあの服装で173センチあるのがすごくいいなと思って。そうそうそう、あ、そうそうそう、そうだよ。で、靴履くとだから180ぐらいまで行くんです。そう、あ、素晴らしい。めっちゃでかいんですよ、あの子。やった。それは、あれは俺がちゃんと分かるようになってから書いてるので、俺はもっと分かってない頃は、これ言う、知らないでは有名なんだけど、その、うん、鉄拳3のキャッチフレーズを覚えてる人はあんま少ないと思うんですけど、あれから19年って書いてあるでしょ。うん、本当はね、キリがいいから、あれから20年にしようと思ったら、なんかあの、原田さんって言われて、その、スタッフにね、子供、純のお腹にいる間って10ヶ月ぐらいあるから約1年ぐらい計算が合わなくなるよって言われて、そうかと思って、そのやっぱりバカなんだよね、昔って。その子供、家族も持ってないしさ、だからしまったって言って慌てて、年齢と合わせていろいろ慌ててやったら、その19年になっちゃって、そうで、こうなんか、じゃあジンは19歳だからなんかこう留年してるとかどうのこうのってみんなが言われるから、高校生の格好してるから、あ、しまったと思って、高専っていうのがあるんですって。そうそう、三島高専って微妙な設定じゃないですか。なんか急に高専出てくるでしょ。あれは俺がいろいろしまったしまったしまったってやってる間に、原さんどうするんですか、高校じゃないせいじゃいられませんよって言って、高専ってのがあんだ、お前知らねえのかって言って。面白い。そうで、こう三島高専ができたんです。素晴らしいです ね、 そうやってミスっちゃうんですね、いろいろね、うん、食べるの
ちょっとお箸デビルインシーの関係でちょっと食べにくいかもしれないけど、頑張ります。いけるかな。あ、しんどそう。おお、なんとか頑張って。つのり刺さる。やった、はい、もうそろそろ第2弾きます。つのり食べます。次はつまようじで出しますから。はい。やったんだ。やったんだ。やったんだ。今日は 2PL でいろいろ細かいネタシリーズを長崎から考えてきてるらしい。あ、そうなの。原さんが一番近いから気づくかっていうのを。ありさね、ありさは珍しく全くマーケティングなしの俺の完全思いつきキャラでしたね。もう完全にもうその時の1時間の会議の中で、なんかとりあえず、これも珍しいですよ。全部狙いとターゲット客層を決めて、全部ターゲット地域とか決めて、マーケティング的にキャラは決めることが多いんだけど、アリサはちょっと、手取れる、足取れる、頭取れる、で、両手にチェーンソーねって、うん。これで、めっちゃ可愛いんだけど、なんか言うことがすごいギャップがあるとか、うん、で収録の時になまった方が面白いんじゃないかなと思ったから、うん、ちょっとなまってもらえませんかみたいなこと言ってなまらせたりとかしたキャラで、そしたらなんかあれ、押井守さんって監督がいるじゃないですか、うん、あの監督とかもなんかやったら気に入ってくれて、うん、これがいいんだよなとかって結構いろんな人にあのキャラはいいって言われて、あれは珍しい形で生まれたキャラですよね。あんまり思いつきキャラは入れないようにしてるんだけど、大体思いつき良くないから。この間、まあ、世界中央大盛り上がりの8作りますよっていうあの PV 場合ね、まあ、せっかく原さんの正面にいるので、なんかこうお願い事っちゃ変ですけど、自分の使ってるキャラ、自分のやってるコスプレのキャラクター、まあどっちしてんでもいいけど、ね、はい、なんかコスプレしてんでもいいけど、ご希望、言いたいこと、お伝えしたいことあれば、どうあればもう全然この機会なんでも、はい、奈良にね、奈良ドリームランドってのがあったの、うん、そこに魔の病院っていう、怖そう、魔の病院っていうね、お化け屋敷があったんだけど、その魔の病院、まあ普通に怖いんだけど、一番最後、俺が子供の頃にトラウマになったのが、お姉ちゃん二人と手つないで、怖いよ、怖いよって言いながら、最後受付の、最後、ほら、病院ってさ、なんかこんな、ガラスがあって、こう穴が開いてて、看護婦さんが最後なんか、いるじゃん。うんうん、最後の受付の、お薬出してくれる、うん、そこの、が、後ろ向いてんすよ、その、あの、看護婦さん。ああ、はいはいはい。なんか、露骨に首が切れてるんですよ。血が出てて。うん、で、本当は、ってこう、回って、首がぐーって180度回って、なんか、ケッ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 ケみたいなのがオチなんですよ、本来は。うんうん、それ、後に分かったんですけどね。ドリームランドは、まあ、潰れるだけあって、なかなかメンテナンスが行き届いてなくて、うんうん、そいつ振り返ろうとするんだけど、センサーで反応しちゃって、出る人が行くためにガックガックって余計怖くて、怖い怖い、あれが未だに覚えてる。なんか人が意図してないものって怖いなって。怖い怖い。なんか戦慄病棟とか入ったことあります？富士急ハイランド、うん、富士急ハイランド、それ行ってないんだよ。富士急ハイランドやばいらしいね。やばいですよ、あれロケよくやってるんで、原田さんのロケ。いや、なんかね、富士急ハイランドのやばさは何で知ったかっていうと、あれ怖すぎて殴っちゃう人がいた。そう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 。
あの、せ、ちょ、で、キャストが意外と怪我するって言って、うんうん、いや、もうだって殴られてもおかしくないですもん。そんな怖いのやっぱり。だってなんか私がテコテコって歩いてたら、うん、ここで、はーってやられるんですよ。え、うん、それやっぱ上手いこと扉とかで出てくるんだよね、多分ね。そうそう、もうスッてきて、うん、私が知らない間にここにいて、はーってもうミンティアの香りがブワーってしてきて、ミンティア匂いでやってくるの。そこはやっぱミンティア。ふえー。でも怖いよね。声出すんです。もうぜひ行ってください。ネギ塩だれです。はい。ネギ塩だれです。ネギ塩。ありがとうございます。あ、すいません。さっき一度って言いましたけど、もう伝えたいこと。要望的な。はい、原田勝弘に伝えたいこと。え、だってリリちゃんは、まあ、リリちゃんは安泰かなと思ってリリちゃんは安泰なんですか。リリちゃんね、安泰ですよね。まあどうなんだろうね言いにくいでしょうね。言えないけど、まあちょっと尋常じゃないぐらい人気ありますからね。まあ、やった。人気なんですよ。あれだって可愛いもん。可愛い。あれは可愛く作りすぎましたねリリさんね。僕2ついいですか。はいはい。一つはカスタマイズのプリセットをもうちょっと増やしてほしいな、うんうんうん、今セブンジップじゃないですか。僕結構クリニックとかやっぱ好きなからいろんな衣装してたいんで全然足りないんですよ。あー、なるほど。クリーンの手してって。いや、わかります、うん、で、結構そのなんか、まあ、自分がコスプレするのもありますけど、やっぱそのアニメのキャラだと再現したいとかあるんですよね。あの例えばクリニックだったらちょっと中の人の声優さんで、その声優さんが演じてる他のキャラを、まあ、ちょっと鬼滅のあの、なんとかの刃のキャラとか、カスタマイズとか作るんですけど、すぐいっぱいになっちゃうんですよ、プリセットが。いやー、たまに言われるんだよな、それ、うん。プリセットも言われるし、6の時ぐらい細かくしてくれとかね。カスタマイズの部位をね、うんうん。なんか、あと、ずーっと言われるのは、なんかしら、これは日本では言われたことないんだけど、ベアフット、いわゆるその、裸足にさせる、裸足にさせる。はいはいはい。なんかのフェチなのかなと思うんだけど、すっごい言われる、うんうんうん。意外とカスタマイズは、細かくやっぱそういう要望が来てて、ただね、こう、他社さんからね、いろんな複数社から聞いたんだけど、うん、やっぱり、鉄拳のあの、カスタマイズを見て、これをやったら地獄だってみんなわかるわけですよ。うん、組み合わせのデバッグとか。うん、作らなきゃいけない数とか、とんでもないですよ。血のマラソンなので、うん、もう、これをやっちゃったら終わりだっていうんで、他社さんは、あんなカスタマイズにしなくて、みんな、だいたい、上と下とか、もしくは、もう、ワンピースというか、セットじゃないですか。うん、あんなに鉄拳ぐらい、キャリバーもそうだけどさ、あんなにやらないんでしょ。あれはね、みんな地獄見るの、うん、みんな知ってるんで、開発、ゲーム開発やってると、地獄見るし、お金かかるし、大変だって分かってるからやらないんですけど、うちらは一回やっちゃったから、後に引けないんだよね。まあ、わかりました。なるほど。で、プリセットと、あともう一個。僕は、本当に個人的な意見なんですけど、はい、僕、津田みなみさんっていう声優が好きで、あの、ぜひ、新女性キャラを。津田みなみさんは、あの、はい、まあ、視聴者のための代表的なアニメとかのキャラは何でしたっけ。まあ、ちょっと、バンダイナムコで言うと、アイドルマスター、シンデレラガールと、小日向美穂。はい、はい、はい。まあ、あと結構ポケモンのキバゴっていうポケモンの声やってるから、うんうん、ああ、そうなんだ、はい、もしそのキャラ出たら、例えばどんなに立ち回りが難解だったら、うん、コンボめちゃくちゃ難しくても絶対使えない、ね、ああ、だからそれが面白いよね。その声優さんが好きとか、その声が好きになった人って、その愛の力で何でもそうだけど超えようとするよね、うん、それはやっぱり、うん、普通の、ただ、こう、ピュアなゲーマーだけだとなかなかない動機なので、うん、やっぱりそういう意味で言うと声優さんとかも重要なんだね、と思うね、聞いててね。僕、皆口さん入ってほしいです。皆口さんとは、どうも。ドラゴンボールのパンちゃんとか、昔で言われた。ああ、まあ言ってたのかな。あの、原田さんと僕の年代で言うと、あの、トンネルズのベリクジラだと。うん、はい、わかりました。あの時からの人ですよね。うん、千代さんなんかないですか。はい、千代さんとこでなんか要望とか聞いてしまえと。私は出ますか。はい、もう私はエリだね。難しいですか。難しいですか。なんとも言えません。あとなんかフォームチェンジみたいなのができたら私は嬉しいです。どういう。あ、なんか衣装をなん
カスタマイズじゃなくて、こう、ジンがデビルジンになるとか、こうなんかこう、それごと。じゃあ、それごと。うんうん、分かった。エリザだったら500歳だから、普段エリザ500歳エリザみたいな。もう、骨と皮だけ。パイレーツの夜ですよ。500年生きてるから500歳だもん。500歳を500ホームチェンジ500歳って言ったら、ね、うわ骸骨ベロンミイラが歩いてくる、ね、エリザだったら男性バージョンにできるとか、充血器だからこそできる。あ、できそうだね。あ、それいいアイデアだね。なんかそういうのがあったら、それいいアイデアだね。スプレイヤー的にはお補聴してみようってなっちゃう。ちょっと待って、確かにあの今のエリザも女性人気だけど、不思議なことは、インタビューウィズヴァンパイアあたりから、昔の、ヴァンパイアって女性に人気じゃないですか、男の、あの、ブラッド・ピットがやってた時とかさ、俺がヴァンパイアだとみんな、いや、吸わないでって感じだけどね、こんなひげの、ひげで牙生えてる。本当にヴァンパイアいたら俺みたいなやつだと思うよ、多分。本当のヴァンパイアあんなイケメンでスラッとして白くってかっこいい。やだやだ。あんなんじゃないと思う。こんなんですよ、多分。こんなんですよ。ヴァンパイアです。いやだやだ。さあ、今日もみんなで強そう。いや、逃げて逃げてってなります。まずは二の腕から。やばいやばい。やばいやばい。ってなっちゃうんですよ。でも、いいね、それ。その間で。それで、ちょっと、こう、男性、もう、その発想なんですね。それマジでいいな。いいですね。そのフリップするアイデアはいいね。うんうんうん。これはいいアイデアだよ。どっちに転んでも女性人気が出るっていうね。いいですもんね。名前も変えなきゃいけないんだよ。だからエリザも一応そういうちゃんと調べて、結構専門的な人とかの意見ももらって、その、なんかその、悪魔系の名前からで合うやつで取ってるんですよ、ちゃんと。だから意味があって。で、エリザに決めたんだけど、男版をディカプリオとかにしよう。いやいやいやレスタと。エリザーで変身したらディカプリオ。ディカプリオになっちゃう。ディカプリオって言ったら、なんか、やっぱ有名だからなんか言われるのかな。いや、ちょっとややこしいでしょ。プリオとかしようか。プリオプリオとかすぎるかな。大泉とかどうですか。やだよ、そんなの。なんで急に古くさ、日本人になる。日本語の。やだよ、そんなの。でもいいね、そのトランスフォームがいいな。あれはちょっと、アニメーションが大変か。ちょっと、構えを男性の構えとかにしなきゃいけないのか。で、同じ蹴り技も、このまま蹴れないから、こんな蹴り方しないから、アニメーションのコストが高いね。変身したら顔料になろうか。やだ一旦ね、罰ゲームじゃん。一旦にしましょうよ、顔料。ボタンを四つ押しすると、ゴワッスやばいエリザさん、ゴワッスエリザゴワッスあれでもなんか、顔料って、結構、リリーとかから見ると、リリーはね、顔料は、好きです、ね。俺っていう感じなんだよ。なんて眉毛が男らしく、なんて素敵な男性なのかしらっていうふうに見えてるみたいだよ。僕の勝手な妄想がどっから見た、ちょっとその同人的なのだと、アリサが顔料好きそうだなみたいな、なんか、ちょっと、なんか普通のイケメンとかよりも、顔料のこととかもめっちゃかっこいいとか思ってそうみたいな。あ、なるほどね。僕が勝手に思ったら、どっかのなんかそういう二次創作系みたいな。あ、でもそういう設定したから人いるけど、アリサはバグってるからね。そもそも。恋愛、なんか恋愛の価値観もバグってる。そう、アリサはバグってますから。アリサは、あれは歩い、ただ外を歩いてるだけでどんどんバグっていきます。なんでかっていうと、紫外線すごい浴びてるでしょ。本当にああいう紫外線とか放射能的なものを浴びるとチップってだんだん劣化するので、アリサはね、劣化してきてるんですよ。かわいそうすぎ。もっと喋ることおかしくなると思うんですよ、その。かわいそう、その設定。かわいそう、うん、なんでアリサかわいそう。どっかでチップ交換できます？いやー、今あんな状況だと無理なんじゃないですかね。壊れちゃうじゃん。どんどん壊れていきますよ、多分。その仕組みがガッコガッコ。ガッコガッコ。またお化け屋敷行きになっちゃう。ラッサン、ラッサン、ラッサン。普通に喋れよ、アリサって言われる。かわいそう。
陣とカズヤは戦ってますよね。戦ってますね。陣とカズヤがメインのストーリーってことなんですか。いや、俺は ああ見えて実は巌流と。いや、ほらほら好きだな人がそろそろ締めのトークに流そうとしてる。あれで実は和也と陣がメインじゃないですって言ったらみんなびっくりするのかな。びっくりしますね。あれはサイドストーリーですよ、うん、なんかいきなりもうあれから50年後ピューって、あれピューもう発売した頃で決着ついてるんだけどみたいな。あんまり知らないけど、鉄拳タッグってあるじゃないですか、はい、鉄拳タッグと鉄拳タッグ2ってあるじゃないですか。あれは、あの2作は、あれある意味、その、巌流が主人公というか、巌流の夢なんですよ、あれ。あ、やっぱそうなんですね。そう。それ知ってたんですけど、なんか、みんなに言っても、いや、違くねみたいな言われて。いや、あれ本当なんです。そうですね。あれは、巌流がこんな大会やったらいいなぁ。やだ。自分がジュリアとか、ミシェルと一緒に、タッグを組みたいがために考え出した巌流の中の妄想なんですよ。JC とかもやっぱり。そうそうそう。怖いでしょ。怖い。ホラーじゃないですか。ホラーでしょ。で、2まであるっていう。めちゃくちゃ怖いですね。だから、ちゃんと 1,2,3,4,5,6 になると、あれはキャノンストーリーって言って手法なんだけど、はい、タッグ2だけちょっと異色なのは、巌流の妄想だからなんですよ。妄想芸をやってるんですよ。気持ち悪いでしょうね。あれ巌流の妄想っていう設定なんですよ、本当に、うん、裏公式設定。というわけで、この今月ハロウィンですけど、ハロウィンはなんか聞き番からなんかやりますか、うんうん、特にないです。そう、予定しないないです、はい、今年なんか転売されるプレイステーション5みたいなコスプレはしないんです面白いですね、それ。絶対受けますよ。家電量販店のそばの曲がり角に大量に置かれているプレイステーションの紙袋とか。悲しい。どう考えてもあれ転売だよな。あるね。悲しいですね。置いてかれちゃってるんですよね。そうそう。紙袋だけね。そういうコスプレはどうですか。いや、しないですね。しないんだ。やらないんだ。今年は、うん、なんだっけ、うん、コミコンあるんで、コミコンに向けてなんか作りたいなみたいな、はい、コミコンジャパン、ジャパンだよね。ジャパンの12月。あ、そうそうそう、うん、そこに向けてちょっと、うん、仕込もうかな。仕込むんで、ハロウィンは特に。ハロウィンは特にないです。おとなしく。はい。家で裁縫してる。はい。青さんは。自分がそのハロウィン29、30に、はい、池袋で池袋ハロウィンっていうイベントがあって、うん、まあ、それはもうコスプレして、うん、その池袋のちょっと街中、まあ、限られたエリアですけど移動できるみたいな。え、その池袋ハロウィンっていうのはそういう市がやってるんですかね、はい、市というか区が。絡んでるみたいな。区がやってるんですか。はい、ちょっと絡んでるみたいで。で、ちゃんとその登録して、その。あ、登録もあるんだ。はい、ちゃんとお金払って、ポイント取って。お金も払うで、イベントに両日参加する予定です。いやー、分かりました。じゃあ、しおんさんはどうします？今年は私は、地元の長崎の、うん、なんか仕事があればそこに行く、まだちょっと確定じゃないんですけど、ちょっとイベントに呼ばれるかもしれなくて開けてはいるんですけど、うん、じゃない、土曜日は、うん、ハウステンボスでもハロウィンをやってるので、うん、ちょっとハロウィンっぽく装飾も変わってたりするので、うん、そこに撮影に行こうかなって思ってます。あ、コスプレして、はい、撮影に。コスプレして。人の血水に。なるほど。人の血水に。血水に。ハウステンボスに行くとしおんさんがうろうろしてるかもしれないですね。かもしれないですね。三脚持って。三脚持って。ハウステンボスもコスプレ申請とかいるんですか？一応、電話して聞きはするんですけど、うん、その時はもう仮装 OK みたいな。ああ、なってるから。ハロウィンイベントみたいになってるんで、もう仮装して皆さん来てください、うん。仮装したやつだけ500円多く取られるとか、そういうのはない。ないです。ない。ただ、更衣室がないので。うん、ああ、ないから、来てこいよと。みんな来てくるか、その近くのホテルからも着替えてくるかっていう感じ。うん、あれいうのあればいいんじゃない？こう、なんていうの、こう、筒みたいな。そう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 。あれやるといいんじゃない？スンってやる。そうそうそう。それでさ、スッ、パッてやったら、しおんさんが出て、パッて隠して、パッて出て、青さんが出たら、
みんなびっくりする。すごいすごい。でもう一回やったら岩流出てくる。そうそうそう。じゃあハルさん最後に22秒で締めてください。22秒、はい、バッテリーが切れそうですね。そうです。でも今日はあのハロウィンスペシャルということで、ハロウィンスペシャルなのかということで、今日コスプレ3名に来ていただきましたけど、いや本当にみんな極めてますね。そうですね。本当に素晴らしいんで、これに負けないように我々ゲームも良くしたいと思っているのと、まあ今日しおんさんからもいいアイデアもらったんで、ちょっとマジでそのアイデアがなかったからちょっとマジで考えてみたいですね。うんうんうん。実現した暁にはあれは俺が考えた。こら、こらこら、一番大人が言っちゃいけないやつです。です一番嫌われるやつです。まあでもちょっといろいろアレンジするといいかも。なんかいい感じになる、うんうん。確かにいいアイデアだなと思いましたもん、ね。というわけで皆さん、じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました、はい、今日は。本日のゲストはキワンさん、アオスさん、シオンさん3回目でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。